漢字になってようやく飽きちゃうんじゃないですか。ただいや今更変えるわけもないのに何をこんなに必死に話しているのかって思うんですけど、いやもう変えるつもりは全くないんですけど、このもしもの世界線っていうか、こういう話をするのが私大好きなんですよ。もう何の生産性もない会話けど面白いみたいな会話が大好きなんですけど、トヨナちゃんだった場合は絶対にエゴサがめんどくさいんですよ。だってあのひらがなってあれをつけても結局トヨナってトヨナでもトヨナって文脈の中で出てくることないからワンチャンいけるのかも。神子的な位置づけですよね、名字の最初を取る。あ、ヨナちゃん、ヨナじゃないな、絶対にヨナじゃないな。ヨナちゃんだったらどうする？ヨナちゃんの世界線。ヨナちゃんだったら絶対私ヨナヨナダンスだったね。そうだから今はもうこの漢字にかぶることがほとんどないので。すごいありがたいなって思ってるんですけど、でも「トヨナ」ってこう全部丸いんですよ。トヨナか。トヨナだったら何にしようかな、キャッチフレーズ。今これだったらもうこれでデビューだったら、まあ、そんなことはないんだけど、また変わりますよねきっと。でも今の文明で デビューしてたら私は何にしてたのかな。トヨっていうのがね、こんなかな、むずいね。でもそう、私は秋よりもトヨの方がアイデンティティが詰まっている感じがするので、絶対にそっちだったんだよな。で、漢字になったら途端に秋なんですけど、わかります？この感覚。だって字面が強いもんな。
でもありましたよ、めっちゃ初期の初期、なんか却下されたかななんかでやめたけど園ちゃんから LINE 来た。でも秋ってね、文字可愛いですよね、わかる、ひらがな。しかもなんか可愛いに振り切った響きじゃないじゃないですか。そう、竹内あかりさんが、そう、竹内あかりさんでトレンド入りしてて、マジでわかった、マジで、いや、分かる、竹内さんって竹内あかりさんなんだよなって思った。なんか、いや、マジマジで本当に話題が飛んで飛んでになるんですけど、明日がすごく早起きになっている、もしかして明日すごく早起き、そう、なんか突然の、よかった寝る前で、まあするんですけど、ココッペが来てる、メールは明日いっぱい送ります、すいません、いつも辻褄を合わせる形になってしまい、そう、で竹内あかりさんの話なんですけど竹内あかりさん、私普通にオタクとして同じこう、なんか今皆さんに対してだからなんて言うとかじゃなく、多分竹内あかりさんとか竹内さんって呼んでるんですけど、タケと呼んでいた時代もあったんですよ。タケちゃんはなかったんですけど、タケの時もあるんですけど、今も気持ち的に。でもなんか、あの少し前に竹内さんがインスタグラムでこう、なんか私のパーツって全部丸いんだなって再確認した写真みたいなの載せた時があって、竹の顔してるって思ったんですよ。そういうのないですか、なんか時代によってこう呼び方というか、もうなんか名前が変わるみたいな。そう、マジで今は竹内さんなんですけど、この間の写真はマジで竹だったんだよなと思ってみたいなことをずっと考えてました。そう、わかるよね、自分でも言いますもんね、なんか本当になんか、あの、あきちゃんの顔してるなって時あるもん。私にもいつかそうなる日が来るんですかね。分かるって言ってる人は多分あれなんですよね、同じタイプのオタクの皆さんはきっと分かるんですよ。オタクにもだっていろんなタイプの応援の仕方とかめで方とか好きになり方があるわけじゃないですか。属性みたいなっていうかタイプみたいなのがあって、私と同じタイプの人は多分めっちゃ分かる、オタクとして分かり合える人たちなんだろうな。
時々なんか今日トレンド入りしてるのを見てめっちゃ思いました、それを。で、あともう一個なんか言おうとしてたのは忘れました。何だったかな 何だったんだろう。忘れたな。あ、そう、そうそうそう、思い出した。私って天才だから思い出しちゃったんですけど、初期のキャッチフレーズのもう一個の案は「みんなのことが水筒用」でした。やめてよかったーって思った でも福岡出身で生粋の福岡県民でありながら、福岡のグループに属しながら、そしてトヨという名前を持ちながら、トヨを使わなかったっていうのは結構なミスなのではないかっていうふうに思ってるんですけど、むずいんですよね、それをキャッチフレーズに織り込むとなると。もう水筒よぐらいしかないけど、でも水筒よなんて言わないし なんだったら東洋が織り込めたんだろうっていうのは結構寝る前とかに考えるんですけど、浮かばないんですよね、どう考えても。まっとうよ、違うし、なんとかとよとかでもよかったけど、何も浮かばなかったんですよね。こうなんか今のキャッチフレーズはなんかいい感じに恥ずかしげもな特になく言えるので、ちょうどいいものを見つけたなという気持ちではあるんですけど、こう空港で一覧を見るたびに、確かなんか「喜ばれるとよ」みたいな書いてあるんですよ、一覧の側面に。それを見るたびに思い出すんです。私は豊を捨てたんだっていうのを。なんだかかんだやっとうよ。豊のこと、豊のガキです。よくない？この世界線だったらどうだったんだろうな。めっちゃおもろいな。どうなってたと思う？ちょっと。存在しない集団幻覚、今からみんなで見ましょう。どうなってたと思います？とよなちゃん。みんなのことが水筒よ。というようなこと、というようながきです。あ、違う、福岡県出身。16歳。というようなこと、というようながきです。
ルナちゃんの世界線だったらな、何してたかな。トヨタちゃんなら天使の尻尾してたかもな。どうしたのアキちゃんって言わないで、絶対に言わないで。超絶可愛いトヨナはめちゃくちゃ五感良くない？わかる、アイドルアイドルしたあざと可愛いアイドルに慣れてる世界線かもしれないよね。こうなんか、わかった、私がこんなにトヨナちゃんに固執してるのはメロンパンナちゃんみたいで可愛いからだ。一気に入ってたらそれなのかな。トヨナちゃんの好きな色は、でもトヨナはパステルパープル。一輪車は絶対トヨナだって。待って、トヨナちゃん、トヨナちゃんだから今から。でもトヨナちゃんは多分すっぴんでショールームしない。テナはペンライトの色は黄緑がいいです。テナの好きな食べ物はでも天の川って言っちゃう。天のは、あ、でもケーキだったらいくらでも食べれちゃいます。ついて言うなよ、絶対に。でも別にトヨナあざとい、どうなんだろうね、トヨナはあざとかったのかな。でも絶対私では変わんないから、別にあざとくはなってないな。トヨナは好きなフルーツは桃の、あのブラッターチーズのやつがすごい好きです。トヨナだからって家庭環境が変わるわけじゃないんだから。ってことはもう育っている全てが同じだよ。そういうことじゃなかったんだよな、話し始めた時は。でも別にトヨナ
いやでもトヨナじゃないな。でもアキちゃんの方が響き可愛いよね。どうなんだろキャッチフレーズによるな。みんなのことが水筒用だったらこの路線で行かなきゃいけなかった。よかったな。何しても修行中だから。いやな、でもな、もし、なんとか豊が思い浮かんでたら、私は、豊何してたのかもしれない。アシュラじゃなくて、豊なになってるかも。それは良くない？ 水筒湯の豊なちゃんだったら、キャプテンやってなさそう。めっちゃわかる。てゆなちゃんって多分キャプテンやるって言われたらみんななんかすごい心配されてたけど、トヨナーの皆さん、そっちの方がなんかアシュラーよりもなんかリスナー感あっていいよね。 そこに関してはアシュラーはもうだってアシュラーが好きな人だもんね。てなちゃん T2 っぽい。 てなちゃん何人だったらよかったのかな。キャッチフレーズ。私は推しっぽいオタクになれるか。トヨナは多分ちゃんつけたらダメなんですよね。逆にアキちゃんと違って、トヨナは多分トヨナなのよ。そうなったらちょっとみんなの中でもまた変わってきません？そう、クリナ的な。トヨナ。トヨナ、なんだろうな。トヨナだよ。一気に一匹狼感ある。あれかな、逆にあれかな、ロッキーが結構この手法多い感じで、あなたの人生を豊かにしたいというようなこと、というのがあきです。でもさ、豊永ってすごいこう縁起のいい名字なんですけど、なんか豊かも長いも重めですよね。こうなんか彩りとか、なんかこうすんなり入ってくるけど、豊かに
ってなるとちょっとなんか押し付けがましいよね押し付けがましいっていうか、なんかちょっと怪しさ出ない？どっちかというとこっちだもんね。豊かにしたい。どうよ。失敗そう。そうなのよ。で、豊永のファンの人は結局あきちゃんって呼んでるパターンのやつ。トヨって普通に使う割にキャッチフレーズにしたら結構なんかあざとめのというか狙ってますっていうキャッチフレーズになってしまうのはなんでだろう。思考がそうなってるからかな。むずいなキャッチフレーズって。一部キュルキュル女オタがついててトヨナちゃんって呼んでるやつやばい、めっちゃ面白い。こういうなんか本当にふざけたなんかあのありもしない会話をするのが本当に面白い。みんなのトヨナちゃんとの、あ、じゃあみんなのトヨナとの今までの一番の思い出なんですか？トヨナは絶対にリセット初日に髪はそこまで短く切らないだろうな。本当に。トヨナだったらアキちゃんって呼ばれるの恥ずかしいのかな。照れるみたいな。カレーイベントでのトヨナカレーそれいいな。会話の語尾がずっとトヨだったのに初めて語尾トヨなしで会話できたことかな。やばすぎる。それめっちゃおもろい。どうしよう。トヨナ推しならではのトヨナあるある何になるんだろう。そんなんはアキちゃんオタクでもむずいよな。
でも豊名が、あ、豊名がっていう喋り方してて、豊名が豊名かわからない現象ありそう。でもなんか豊名は、あ、何の話しようとしてたっけな、忘れちゃった。あ、そう、私が豊名だったらもっと序盤から1047をご利用ししてたね。最初の生誕 T から豊名 T シャツ作ってたね。23日豊名祭り、それもう他のファンの人っていうかメンバーもなんでってなるよ。MC でリコピに豊名っぽくないよねっていじられてた公演を見れたことです。あれは名 MC でしたね。豊名って豊名って感じじゃないもんね。握手会で着ていたパステルなパープルのスカートがどこに売ってるか聞いたらピンクラテだった。かったピンクラテやばい。ルクル行かなきゃないやつじゃん。もうルクルじゃないけど。10時47分にツイートしたりしてそう。分かる。年間1047通メールが来る。1日1047ツイートして、そう、規制かかる絶対に。コント劇出演を機に父ちゃん呼びされ始める。あきちゃんがあーちゃんになったからね。ずっと真夜中でいいのにに反応してしまう。絶妙だな、絶妙だな。ファンのことをトヨナーと名付けたけど全く浸透しなかったこと。アシュラーも絶妙だもんな。つけといて自分で言うのは恥ずかしいっていうね、最悪なパターンですよね。でもアシュラーなんでって言ってたらちょっと可愛いなと思う。キスゾンでトヨナーって呼ばれてほしい。言いにくそう。豊名くん、1047字のポエムなら楽勝。確かになんかあのブログ1047文字縛りの企画とかやってそう。お腹ら父ちゃんって呼ばれてそう。あるな。でも織田豊は織田豊ですもんね。それは逆に豊呼びは嫌がりそう。生でつけてください。最悪。あ、でも豊名だったら、あ、一個見えた。豊だったらメンバーは気づいたら豊ちゃんになってそう。楓がジマコと呼ばれたいって言ったのに全く浸透しなかった。それはそうかも。そうなるな。変えれなおんな。なんだかんだ豊名に出始めて豊ちゃんに浸透し、なんかあので定着してそう。仲良しメンバーからネタ半分でヨナって言ってくるメンバーいそう。あー、わかる。
気づいたらね、トヨちゃんに浸透してトヨになってるっていう、今とあの世界線が一緒になってくる。そう、でもね、アキちゃんじゃなくてトヨちゃんになってそう。でトヨちゃんになったらあのエゴサがめんどくさくなるので、絶対にもう今の世界でよかったよね。トヨナって下の名前アキかって会話が定期で繰り広げられてる。それどこの小田彩か。トヨナさんって後輩から呼ばれるのめちゃくちゃ嫌なんです。え、でもそれはいい。なんかなんなら後輩が呼んでくれるの、今からでもいい。そう、モカが本名トモカだったんだみたいな。いやでもそれよりもなんか、おなってそっか綾香かっていう。そう、じいちゃんもゆいかってなるよね。なんかあのまいちゃんとかりこちゃんとかのおかげで、あのゆいってわかるよね。あきさんよりもとよなさんがいいの。いや、なんかあきさんでいいんですけど、全然とよなさんって呼ばれるのはちょっとおもろいから。なんかとよさんはさ、取ってあげる、なんか取るのかわいそうじゃないですか。なんかあの明かりが。でもトヨさんでいいんですけど、せっかくずっとトヨさんって言ってくれてるから。ビビちゃんも確かに名字なんだっけってなる。村川って言われてもビビちゃんかってならない。おもろいな。これ下の名前ちゃん付け、あきちゃんがなんか本当のファンの呼び方みたいになりそう。だから結局これを見てる皆さんの大半はあのあきちゃんって呼んでそう。やばい、もう下の名前を豊名に変えてる人がいる。おもろいな。アシュラーやめる？豊名にする？ここまでつけといて。嘘はついてませんからね、豊名。なんならアシュラーよりもわかりやすいよね。あの時豊名って出てきてたのかな。じゃあカッコ仮は
そう、まだあの暫定なので別に豊名に変えてもいいんですけど取れてないんで、ひろなちゃん家の壁で配信してた。人ん家ですなよ、絶対に人ん家でショールームするな、絶対に人ん家で朗読すなよ、自作の小説を。増やすな増やすな、豊名を混乱するだろ、これを見てる人しかわからんのやから。豊名ちゃんだったらもう完全に豊名ですよね。トヨナにすな、もうアシュラーでいい、もう本当にこの配信以降トヨナの話なんてきっと出てこないんだから。トヨナちゃんは私の中で消化されました。流行りには乗っとくタイプ。23日絶対豊名うちあるよね。いやあるよ、もうむしろあれでもピンクと黄緑を持ってるからってところまでは気づける自信は絶対にないです。自分で言って忘れてると思う。ちなみにピンクと黄色はあの本当に好きだったから。おもろいな。これから絶対可愛い衣装の写真とか載せた時に今日は豊名ちゃんだって言われるやつ。でもそれってなんかひらがなあきちゃんって感じだよね。わかる。変わると同時に豊名爆誕祭トレンド入り目指す。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいだろ、何のことだってなる。この流れ豊名にした方がいい感じ。読むな読むな空気を。やだやだ、読まなくて。アシュラーに誇りを持ってくれ、私が言っといてなんだけど。私が言った、悪かった、アキちゃんが悪かった、カッコマジにするな、カッコ仮であれせめて。てかもう豊名ならもうカッコ仮はもうなんだそれもう何なんだもん。本当に悪いところ出てる、本当に悪乗りしたがる、本当に悪いよ。謝らないでじゃないのよ謝らないでじゃなくて、あきちゃんって誰じゃないのよ。生誕まで待っとけ、もう23日来るなじゃないのよ。マジか、
解明か。だって豊名はあれだから、下沼亜希ちゃんだったら忘れてたよじゃないのよ。だって豊名はだってキャッチフレーズ結局分かんなかったから、もう却下です。もうあの初期のファン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 って初期の想像してみて、鈴木さんから却下が出ました。豊永豊永から感じるのびのびた感好き。いや別に下の名前じゃないのよ。誰リナチの配信でチクったの。豊永さんって言われて反応できる自信ないよ私。ないな、できるかな、あのできるかな。豊永豊永やばいだろう。豊永豊永いいなーじゃないのよ。豊永ちゃんのチャームポイント多分涙袋じゃないのよ。涙袋メイク気合い入れてそうだけど、イニシャル泣いてるやん。豊永豊永ちゃん元気出して。ほらもう今日だってショールーム終わったらいつもエゴサするんですけど、この流れ豊名もエゴサしなきゃいけなくなるじゃん。てか豊名もエゴサって何？エゴサって何なの？豊名はもうエゴサになるのかパブサになるのかわからない。豊さしなきゃいけなくなる。面白いんだって。それならもういいよ。豊名で調べたら絶対検索引っかからないでしょ。そうなのよ、これでよかったんだって。秋でよかったんだ。大丈夫ですよ、私はあのツイッターの森に生存し人間なので、別に豊名だけでつぶやいても見つけられる自信があります。絶対に見つけられるんだよな、絶対に噂できちゃうんだよ、この私クラスになると、私クラスの追配になると、そういうことだってできちゃうわけです。
古川さん来てないですよ、園ちゃんの写真の選定で忙しいんだから。だって今日はゆえるちゃんも出てたんだよ。みんな秋ちゃんで浸透してよかったなってことですよね。結局結論を言うとそろそろ公式サイトも変わりません。 HKT の公式サイトは変わりません。大阪の空港の近くのでっかい王将行ったら豊中店とか書いてるだろうな。23日豊中ちゃんで公演してるで、そういう裏テーマでやったらどうなるのかな。そんなことに使っちゃいけないよ公演を。じゃホワイトデーはじゃあ豊中ちゃんでやるわ。でも私の中でホワイトではちゃんと目いっぱい可愛くやってるので、だからね、またトヨナとトヨナちゃんでも違うんですよねきっと。それ公式サイトのトヨナのニックネームが秋に変わってたマジか、そっちか、そっちだったんだな。やばい、でもまだみんなの中のトヨナの解釈がまだ一致してないわ。23日トヨナことトヨナが秋ですってザワザワザワの期待して、いやこの配信でしか言ってないわけですよ。そんなことないって自分で言っといて、なんかみんなが思ったよりもなんか近年まれに見るコメントの速さでこっちが焦っちゃってるよ。でもまあそんなこと言ってますけど稽古場でのあだ名ジャスミンなんで携帯縦にしね、上のルーム名の豊永亜希を表示させてるおかげでギリ字が保ててる、うん、まだジャスミンだった。まあ一人だけなんですけど「ジャスミン」って言われてあの5秒ぐらいかかるんですよ反応に。